来年の5月で Mr.Children がデビュー20周年ということでございまして、でデビューしてから現在に至るまで184曲の、曲をですね世の中に発表してるわけですけれども、でもね、その曲の数ではなくて、その184の中の1曲でも皆さんが人生に迷ったり悩んだり傷ついたり大変なことがあった時に、みんなの人生に寄り添っていけるようなそんな曲がその184曲の中の1曲でもあったらいいなと、今強く思ってます。では次の曲、そんな意味を込めてお届けします。ありふれて使い古した言葉を並べて、風立ちぬ夕暮れの空に向け歌う、そりゃロックでもなくポップなんてもんでもなく、ましてヒットの兆しもない、ただあなたへと思いを走らせた単純明快なラブソング、歩道に沿って幸せそうに歩き恋人たちを羨むように讃えるように、さっと君を待っている、そんな強気なあなたでも絶望の淵に立って迷う日もあるでしょう、誰でなるのために生きてるか、その謎が早く